はどこだ。シャア、でも赤い機体じゃない。それにあの頃のアムロレ、君が合わせたというなら残酷だな。だがお前たちは俺の敵か。戦略上優位消失、戦術レベル最大効果確認。これはシステムエピオン、いやゼロシステムの影響だね。確か操縦者に未来を見せるシステムって。戦闘状況下で発生するあらゆるデータを即時変換、膨大な予測値を取得して、それを直接パイロットにフィードバックするコックピットシステムの継承ってことだね。パイロットを極限状況にまで追い込んで、自らの意思すら厭わない行動の結果得られる完璧な勝利を実現するための装置、それがゼロシステムだ。そこまでして戦争をしたいの？これを作った男は、戦う敵の姿と自分自身の未来をパイロットに見せる機体だと言った。勝者と敗者に祝福を与えられるガンダムだと。それは神の概念そのものじゃなくて。俺は神など信じない。俺にあるのは支配と戦う意志だけだ。当たれ！そこ！ビルボスという黒い名方がモビルドールよね。サンクキングダムにはいなかったけど、ドームプラ財団が開発した自動操縦システムの無人機だね。戦争をゲームにするただの人形だ。俺たちを止めることなどできない。ダメだダメだダメだ、黙れエピオン。どうしたの？あ、ゼロシステムからのフィードバック。ものすごい精神力で耐えてるけど、やっぱりシステムの干渉が大きすぎる。このままじゃ最後まで持たないんじゃ。ゼクスが来るのか。どうしてそれを？エピオンが教えてくれた。ゼロシステムすごい。俺のことは気にするな、行くぞ。奴が来る。 G ユニバースの枠を超えてしまう。それが可能なのはやはりガンダム。くらえ！直撃させる！うわっ！そう？邪魔をするな！そんなの来た！ザザザキ！テレア！このまま引き下がったら貴族どものいい笑い者だぞ。しかし相手はガンダムです。財団はガンダムという名称を認めない。我が第4人モビルドール空挺師団は名もないモビルスーツどもに全滅させられたことになるんだ。敵さんも意気込みが違うね。小隊長ヒーロ君、ここが踏ん張りどころ。分かっている。この先に奴は来る。くらえ！
やってくれ。了解しました。見込みで決める。見えるぞ。なんだと。そんな。そこ今だ。甘いわ。さあ使わせてもらう。ちょっと無駄だ。なかなかやる。ドラッグだ。一瞬かわせるか。なんだと。当たれ。これはどうだ。かわせるか。この私は怖いと。なんだと。反応速度はこちらが上だと。行け。私は死ぬ。私は圧倒的に。この私を捕らえる。俺は倒せる気か。だがこれは避けられるか。なしはせ。まだか。やるな。当てる。これはどうだ。かわせるか。直撃させる。私が圧倒されてるんだと。やるよ。そこだ。戦術レベルクリア。継続して戦略レベルに行こう。ウィンゼロか。戦闘レベルターゲット確認。排除開始。ガンダム新型か。このウィングゼロに決戦を挑むつもりなのか。なぜお前がここに。ゼクス、貴様がその機体を選んだのはミスだ。ヒッ、ウィングガンダムゼロとガンダムエッグ。この戦いは戦いはサンクキングダムはどうなったのだ。崩壊したという。殺しに来た者は殺せか。そういうのだな。ゼロ、いいだろう。純粋な戦士として貴様との因縁の戦い、今ここで決着をつけてやる。遅い。ゼロシステム同士が干渉し合ってる。ユノ姉さん、これが必要なんだよ。ゼロ同士の出会いが歴史を作る。うわ、まさかウィングゼロが。これはゼロ撃破というか機能停止。エピオンの方も大丈夫だよ。小隊長さん、ユノ姉さん、私たちの完璧な勝利だよ。この後のことはゼロに選ばれた二人に任せよう。そうか、これで二人のガンダムが入れ替わるのね。アムロ帰還します。